移らせていただきます。表彰の順番ですけれども、競技が行われました順番です。 1A、2A、5A、3A、4A の順番で行います。それではまず 1A 部門に出場された選手の方は壇上にお上がりください。この後の表彰が部門ごとに行われます。その後終わったらどんどんこうお呼びいたしますので、その都度もう準備だけをね、しておいていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あと2名ほどいらっしゃると思うんですが、あ、1人来てくれと。じゃあ、みんなそこにいます。さあ、それでは発表いたしましょう。各 A 部門は5位から発表させていただきます。それでは C3 ヨーヨーデザインプレゼンツ2018ジャパンナショナルヨーヨーコンテスト 1A 部門第5位、最終得点 81.8 ポイント、蓮見出選手、おめでとうございます。続いて第4位、最終得点 82.6 ポイント、原田歩夢選手、おめでとうございます。続いて第3位、最終得点 93.5 ポイント、中村隆一選手、おめでとうございます。そして準優勝、最終得点 94.0 ポイント、秋葉弘隆選手、おめでとうございます。そして C3 ヨーヨーデザインプレゼンツ2018ジャパンナショナルヨーヨーコンテスト 1A 部門優勝、最終得点 95.5 ポイント、荒谷紫苑選手、おめでとうございます。それでは表彰に移らせていただきます。第5位の蓮見出選手からお願いいたします。賞状2018ジャパンナショナルヨーヨーコンテスト 1A 部門第5位、蓮見出殿、おめでとうございます。おめでとうございます。続いて第4位、原田歩夢選手、お願いいたします。賞状2018ジャパンナショナルヨーヨーコンテスト 1A 部門第4位、原田歩夢殿、おめでとうございます。おめでとうございます。続いて第3位、中村雄一選手、お願いいたします。賞状2018ジャパンナショナルヨーヨーコンテスト 1A 部門第3位、中村雄一殿、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてトロフィーの授与となります。おめでとうございます。
そして秋葉選手お願いいたします。2018ジャパンナショナルヨーヨーコンテスト 1A 部門準優勝秋葉弘隆殿、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてトロフィーの授与となるトロフィーがございます。おめでとうございます。そして優勝の荒谷選手お願いします。賞状2018ジャパンナショナルヨーヨーコンテスト 1A 部門優勝荒谷紫音殿、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてトロフィーの授与となります。おめでとうございます。そして副賞がございます。はい、まずアックス割りアックスセット、あ、これで、はい、おめでとうございます。国録の授与となります。そして副賞ですね、すいません。はい、アックス割りアックスセット、エクサラージさんより T シャツ、そしてバッグ、そしてキャップ、そしてフレーク様よりステッカースマホケース、そして G-SHOCK 様より G-SHOCK が贈呈されます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは、記念撮影になりますので皆さん、壇上の真ん中の方にお願いいたします。1位の荒谷紫音選手は世界大会の参加のサポート費を授与させていただきます。こちらアックス様からも提供いただいております。誠にありがとうございます。はい、ありがとうございました。ワンエイファイナリストの皆さんでした。今一度大きな拍手お願いいたします。Thank you.